Hey guys! どうも、ななさりさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。この間出した動画で、トイックのスコアが、785だったのが、2年ぶりに受けたら、895点だったっていう動画を上げたと思うんですけど、で、まあ、全然ね、恥ずかしながら、私、英語を教えるチャンネルとしては成り立たないぐらいのスコアなので、まあ、あくまで勉強法のシェアをしているチャンネルではあるんですけど、まあ、このね、110点ぐらい上がったっていうのは、私の中では一応この勉強法で合ってたのかなって思ったので、まあいろいろよく曲折は勉強してた中でもあったんですけど、今日はその時に使ったテキストをね、ちょっと皆さんに紹介して、どういう感じで勉強してたかもね、ご紹介しようと思います。すごいいいのがあったんですよ。で、まずですね、トイック勉強しようかなと思った時、まあ、きっかけは一応こうビジネス英語とか、やっぱりこうネイティブレベルになるっていうのを目指してるんだったら、トイックぐらいも勉強しとかなきゃなって思って、ちょっと勉強始めようかなと思ったんですけど、まずね、こちらの勉強法の本を買いました。前ちょっと動画でも紹介したかなと思うんですけど、まあ、2冊買ったのはですね、まあ私基本的に勉強法のチャンネル、勉強法の動画をねよく上げてるので、まあみんなの参考にもなるし、あとプラスこっちで言っててこっちで言ってることっていう共通事項がいくつかあって、それはもう確実に大事なんだなっていうのが分かりやすいんですよ。だから皆さん、何か一つのテーマを調べる時も、複数の本、まあ2、3冊ね買って読んでみると、いろいろこうここが大事っていうのが見えてくるので、よりこう早い知識の吸収ができるかと思います。はい。で、まあこれ勉強法はね、まあなんだろう、モチベーションになったりとか、例えばこの人だと3ヶ月でね、940点取れたということで、なるほどっていう感じのことも結構多かったですね。でこちらはトイックだけじゃなくて、いろんなビジネス英語の勉強法が載ってたので、まあトイックに絞るんだったら、まあ、こっちだけでも十分かなっていう気はしましたね。まずトイックで大事なのは単語だって思ったんですよ。で、単語の勉強は、そうだね、どれぐらい前からやったかな、2ヶ月か3ヶ月ぐらい前、生放送とかでちょくちょくやってたんだけど、2ヶ月ぐらい前かな、単語はやり始めて。で、単語もですね、本当は前、昔ね、2年ぐらい前に買ったこの金のフレーズがあったんですけど、160以上の単語はこれだけしか載ってないんですよ。で、トイックでもう785取ってたので、それ以上の点数を目指すんだったら、この単語だとちょっとダメだなと思ったんですよ。カバーできない全部と思ったので、一応新しいのを買って、こちらのよくね出てくるスピードラーニングだよみたいな感じで言ってたやつですね、デルタン、必ずデルタンっていう本ですね、スピードマスター上級編で、これを買いました。要はトイック700点以上の点数、700、800、900向けの単語が載ってます。で、それがこれだけあるので、さっきの本と比べると本当に結構な量あって、カバーできるなっていう風に漏れがないかなと思ったんですよ。で、これをまあ単語は本当にここに正の字書いてあるんだけど、20何回もこう繰り返してやってって、まあ、単語のこれの使い方については別の動画でいくつも上がってるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。だいぶね、ちょっとボロボロになってきたんですけどまだまだ やろうと思います。で、単語についてはもうずっとやってましたね、ひたすらその2ヶ月間。まあ、なんだろう、ずっと一日中やってたわけじゃないんだけど、暇な時あったら見たりとか、音声聞いたりとか、そんな感じですね。であと、プラスですね、こちらも2年ぐらい前に買ってた時に買ったんですけど、この文法特急、私、パート5、6がすごく苦手だったんですよ。だから、そこの対策で昔買って、なんかこんな感じで、問題があって、すぐ後ろに答えがあってっていう、1問ずつこう確認ができるやつなんですけど、文法特急9章、アタック編と、あと、パート5、6、900点以上のでもね買いました。それは2年前にまた同じように買ってたやつなんですけど、でこれはお風呂入ってる時にこれをやるっていうやり方をしました。なんかお風呂の中でちょっともね、そうですね、のぼせない程度に早く解かなきゃ早く解かなきゃみたいな感じ でここ目標タイムが書いてあるんですけど、だいたいそうですね、まあ5分10分で終わる感じなんで、まあそんな感じでパッ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 と解いては間違えたところをこういう風に折っていって、で2週目3週目と、ま、折ってあるとこだけ復習していったという感じですね。でこれは1ヶ月ぐらい前からかな、やり始めましたね。はい。であとですね、公式問題集をブックオフでちょっと安く、もう5、4、5冊買い占めて、
ただ新形式になる前だったんですね。だから新形式対応の公式問題集も一冊買いました。でまず、力試し的にトイックの勉強を始めるときに新形式の公式問題集を解いてみて、そしたらあんまね実はね点数変わんないような感じだったの。まあスコアの幅が広かったんだけど、まあ多分800ぐらいだったかな。だからね、変わってないな、やっぱ TOEIC 対策やんなきゃなと思って、でしっかり TOEIC 対策のこういう単語とかやりました。で逆に無駄な勉強というのか、普通の単語帳とかはやらない方がいいです。 TOEIC 対策で勉強するんだったら普通の単語帳やるよりも TOEIC 用の単語をやった方が絶対いいです。効率がいいです。文法に関しても一切 TOEIC 系以外の勉強はですねちょっとストップして、で TOEIC の勉強をするっていう形が一番ね良かったと思います。で過去問をですね、そうですね、まあ時間があれば解いてて、でただですね、リスニングパートがイギリス英語とかがちょっと聞きづらかったから、ちょっとイギリスのドラマ見たりとかもしてたんだけど、でもわりかしリスニングは結構まあまあできて、どちらかというとリーディングがもう粉々だったんですよ。某ね有名英語系 YouTuber の方が、TOEIC の対策として、公式問題集をもうひたすらもういっぱい解いたよっていう風に言われてたんですけど、で私もね本当はいっぱい毎日のようにね毎日に2個ぐらいはね解いた方がいいかなと思ったんだけどTOEIC の問題って1回通しでやると3時間ぐらいかかるんですよ。2時間、まあ、答え合わせとかして3時間で、結構1日の中で3時間集中する力があんまりなくてですね、ただまあ本番のために集中力もつけなきゃいけないとは思うんだけど、で私はもうリスニングはいいやと思ってリーディングだけ、まあ、要は1時間ちょっとですねだけこういっぱい解くようにはしましたけど、といっても本当に、まあ、週に1回とかでちょっと休憩して週間ぐらい前になってからバーってやったりとか、毎日1個ぐらいやったりとかはしてたんだけど、でもそんなにねちょっとやる気がというか疲れるから文法とかやってました。で1週間ぐらい本番のね前になって公式問題集解いてたら、結果ですねもう何回採点してもあんまスコア変わらなかったんですよ。ぶっちゃけはこのままじゃやばいぞと、やっぱりパート5、6がもう本当にダメだったんですよ。でまあ古い問題集でやってたからそれもどうかなと思ったんだけど、そこでこちらのパート5、6対策集中ゼミというのを買いました。はい、であんまりねテキストいっぱい買うの良くないだろうなと思ってたんだけど、もう5、6をなんとかしたいと思って買いました。で結果ですね良かったです。なんでかっていうと、これまあ問題が結構載ってたりとか解説も載ってるんですけど、実は公式問題集とで古いやつでやってたので新形式になった時のパターンがちょっと違うんですよ。でそれがやっぱね最近のテキストだと新形式対応に全部なってるので、まあ最新のものも買っといてねよかったかなとは思います。新形式対応のね。でプラスですね5、6の解き方のコツがすごく分かって、本屋行っていろんな本を見ました。いろんな本を見て、もうそれこそ本屋さんに1時間ぐらい、ね、TOEIC 本の前にねこう座ってね立ってね見てたりとかして、でその中でこれがいいなと思って買ったのがこの本だったんですけど、まあ良かったですね。あんな分厚すぎてもやる気がなくなっちゃうし、いろんなパートがあっても意味がないから、もう5、6だけ、しかも完結で問題もあるので、まあ整理できた感じですね。と同時にですね、この辺の勉強って TOEIC 700点とか600点目指してる人でもできるような勉強だと思うんですよ。単語を覚えたりとか文法とか公式問題集解いたりとかって、じゃあ高得点目指すんだったら高得点目指す人用のテキストがあった方がいいな、何かコツがあるんだろうなと思ったんですよ。普通に受けてるんじゃなくて何かその高得点者のコツ、その力をつけれたらなと思ったので、ちょっとこう背伸びしてですね990点突破ガイドというのをですね買いました。よし気持ちだと思ってね、こんなん絶対視聴者の人に見られたら恥ずかしいと思いながらね990点突破ガイドを買いました。実際だってね700とか800のレベルなのでね、良かったです。これすごくね、まあ、ちょっと分厚いんだけど、半分ぐらいがリスニングパートで半分ぐらいが、リーディングパート
で全パートを網羅してるっていうのがまず良かったのと、新形式ちょっとやっぱりね変わってるので、それはねこれで慣れました。でプラス内容は生放送で一緒にみんなとやってたんだけど、めちゃくちゃ難しいです。でトイック高得点者がいたらそんなんちょろいぜみたいな感じだと思うんだけど、結構ね難しいんだけど、で解説とかもすごい丁寧な解説じゃなくて、もうあなたこれぐらいは分かってるでしょっていう体の、もう本当にちょろんとした解説しか載ってないの。だからもう本当にちょっとね、私背伸びしすぎたかなって初め思ったんですけど、まあ、これ一通りやって、2、3回やりましたね。これを2、3週やりました。でそうするとだいたいなんかこう初め間違えたやつとかも正解できるようになったりとかして、あ、なんとなく分かってきたかなっていう感じにはなったんですよ。でこれね、なんかねやっててね難しいから解きがいがあって、私はね好きです。やってる感がすごく出て、これ結構持ち歩いてやってましたね。はい。でその後ですね、まあ試験の本番1週間ぐらい待って、まあ問題集とかやってて、初めちょっと悪かったんだけど、急遽ねこちらを買って投入してやった後はですね、もう本当に 2、3 日ぐらい前にもう一回問題集解いたら、5、6がちょっと解けるようになってて、まあこれやった成果が出たのかなっていうふうに思いました。だからねこれはですね、そんなにレベルも900レベルとかじゃないから、割とねパート5、6普通に苦手だよっていう人はいいかもしれない。でまたこういうパート5、6のコツっていうのが、まあ、解き方のコツ、トイック受けたことある人分かると思うんだけど、あるんですよ。であと普通に解いてたらトイック時間切れに絶対なっちゃうので、その辺どういう風にやってたかとか、うん、そういうトイックの解き方のコツを、まあ、今度ねまた動画にできたらいいかなと思います。ただあまりにもなんか私なんかが教えていいのかなっていう気持ちも、ただ私なんかがね990点の人が教えてるわけじゃないから、私レベルで教えていいのかなっていうふうに思っちゃうので、なるべく自分の独断の意見を言わずに、本で学んだことを皆さんにこうアウトプットする形で、要はこの活字離れというか、みんなテキストって歩けないけど、でも YouTube とか動画よく見るよっていう人が多いと思うので、まあ、そういう人向けに分かりやすく解説していけれたらなとは思います。やってほしいよっていう人いたら、グッとこの動画にね押してくれればちょっと励みになるので、こう一歩私的には踏み出せます。まあ判断基準にしますね。そんな感じですかね。なのでまあ皆さんもですね、トイックの本いろいろ今出てるんですけど、まあ一から買ってたらキリがないので、本当に自分に合ったやつ、そして良かったものとかをね参考にしてもらえればなと思います。こういう系のやつはもう私はやらずに、お風呂に入ってる時だけやってたので、でもまあ全てがこうねトータル的にうまくいったのかなと。結構高得点になればなるほどこう伸びしろがねちっちゃくなってくっていうのは聞いてたので、まあまあまあこの勉強法でいろいろあったけど、まあ良かったのかなと思うので、まあ皆さんもぜひね参考にできるところは盗み取ってやってみてください。いつ受けるといいのかなと思って、トイックは自分の英語のレベルが一番高い時に受けた方がお得じゃんと思ってたの、ずっと。でもトイックの高得点出すのって早ければ早い方がその後の人生がかなり楽になるかなと思って、いろんなことができたりとかするから、だからまあちょっとね早めにトイックまあいい得点を取れるようにねした方がいいかなっていうふうにも思ってるんですけど、本当に自信がもっとついてから次はね受けようかなと思います。はい、じゃあトイック受ける人ぜひぜひ頑張ってください。そしてチャンネル登録お願いします。ではバイバイ。無料のアプリドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くので、ぜひぜひ画像をタップもしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。 Subscribe please。 10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。